はいえー、質問いただいたので回答していきたいと思いますお久しぶりですということでいただいております、えー、ドリームアカデミーは入会したのですがネットビジネスから逃げていましたこれから PPC アフリエイトを行いそれで稼げるようになった後情報発信もやっていこうと考えていますこれからもよろしくお願いしますなおメールア,ドメル,メルアドがなくなったためドリア化の講義が見れなくなりました、えー こちらの新しいアドレスで講義を見れるようにしていただけないでしょうかというお問い合わせをいただいているんですけれども、このお問い合わせいただいたメールアドレスに先ほどメールしました。うん、で、すみません、あのー、その入会したときのメールアドレスがないと追えないんですよね。 うん、いつ入会したのか、まあ、一応、すみません、メールアドレスで管理してますので、この亡くなってしまったっていうこと、まあ、そのご連絡したメールでも記載させていただいたんですけども、うーん、まあ、一応、名前検索もしたんですけど、すみません、名前で出てこなくてですね、一応、基本、まあ、そのななそのお客さんによってはね、名前もいろいろ変えたりとか。 ペンネームがあったりとかいろいろあるのでまあ基本的にメールアドレスで管理してますメールアドレスは1個じゃないですかうん名前は変わったりペンネームは変わったりするんだけどメールアドレスは1個なんでこれそれで管理してるんですけどもそのドリアカに入会した時のメールアドレスがあれば一発で分かると思うんでそのなくなってしまメールアドがなくなってしまったということですけれどもまあ多分 まあ以前まで使っていたアドレスだから、そのアドレスは分かるとは思うんですねど、どうでしょうか。なくなってはしまったけども、使ってたアドレスだとは思うので、ちょっとそのドリアカに入会した時のちょっのメールアドレスをですね、ちょっとご連絡いただければなと思います。一応、あのこちらのお問い合わせいただいているメールアドレスには、その件をちょっとメールしてますので。うんそう すすいいまませんお願いしますはい、き基本的にそのあのあ多分ね、ポータルサイドリアカのポータルサイトでも書いてたと思うんですけども、んちょっとすみません、えー、確認していいですか。多分かいその、申し込んだ時のメールアドレス記載してくださいっていうのは書いてあったような気がするんですけど。ん うん、書いてありますねあの緊急先緊あのパスワードが分かんなくなった場合は、まあ、フルネームと申し込みのアドレスですよね申し込みのアドレスを記載してご連絡お願いしますというのは書いてありますだかドリアカに申し込んだ時のアドレスを記載して連絡をお願いしますというのは記載してますので今回のお問い合わせに関してはその新しいアドレスしか記載されてないので、うん、すいませんちょっと申し込みした時のアドレスをちょっとあのご連絡いただけると幸いです はい、よろしくお願いします、はい、でまあこれからね情報発信していこうっていうことなんで、まあ、PPC アフリエートもね昔からありますけどもあの全然いけると思いますのでうんでもまあ僕の見解から僕の見解から言うとうん、まあ、ちゃんとねすみませんドリアカを勉強してるんであるならばまあでもネットビジネスから逃げてましたってこと書いてあるんであれなんですけども別にその PPC アフリエートを の実績がなくても今までの知識あ,あまあまあまあでも逃げてたって書いてあるからななんだろうなその稼げるようになった後よりかはあの今からやった方がいいと思いますだって今 PPC アフリートを勉強してるわけですよねじゃあもうアウトプットした方がいいと思いますじゃあ稼げるようになるのいつですか 稼げるるようになるのはいつですすか確定されてます人によってその変わると思うんですよ。うんそのサラリーマンじゃないので毎月毎月の給料この日に振り込みますよってわけじゃないじゃないですか。まあもちろん PBC アフレートに関しては即効性が結構高い稼ぎ方なんですけどもでもその勉強したりとか実践したりとかあと広告のねあのなんだろうな。 ちょっとカスタマイズとかいろいろと必要じゃないですかキーワード選定だとかどこに露出するのかとかあとまあ p p c 広告に出す時のそのページのね精査だったりとかコンバージョンレートのあ上げていくとかいろいろあるじゃないですかだからいつ結果が出るっていうのは未確定ですよね、うん、だけど発信は今日からやろうと思えばできるわけじゃないですか PPC アフリートで学んだことをしっかりと今,今の段階で分かる範囲で今日から発信すべきかなと思います。うんその稼げるようになった後ではなく今現状で発信できることを発信した方がいいと思います。例えばね去年僕のコンサル生で1000万稼げるようになりましたけど彼は1000万稼げるようになったから情報発信始めたのかっていうわけじゃないんですよ。稼げない時からも情報発信ししてました 全然稼げない時ですよからも情報を発信ししてましたじゃあ何を情報を発信してたのかっていうと勉強したことをアウトプットしてたわけですよでもその土台があるから今なんですよその稼げるようになってから発信だったら遅いので僕から僕の見解ですようんであるならばあの今から勉強してることを発信していただくといいと思いますうんはい、はい、まあということで えーとまあ、メールの方でも個別で送ってますけども申し込みした時のちょっのメールアドレスの方をドリア化に申し込みした時のメールアドレスを記載してちょっとご連絡いただけると助かります。はい、よろししくお願いしますでは